ルノー・アムール33とは、戦艦機に開発され、第二次世界大戦で投入された、フランスの騎兵用軽戦車である。名称は、オータミトレイルズ・デリコネッサン・スルノーモーデル1933、または、ルノー VM。ルノーにより1932年に開発された、タイプは1933年、フランス騎兵部隊により発注を受けた。 総計123両が1935年までに生産されている。アムール33は軽い武装と走行を施し、この当時では非常に高速ではあるものの、機械的な信頼性のない車両であることが判明し、ことにそのサスペンションの部品は脆すぎた。そこで後継車両のアムール35では、これが改善されている。 名前が示唆するものと異なり、アムール33は偵察車両ではなく無線機材も装備しなかった。アムール33は多数の軽戦車を作ろうと意図しており、戦闘では中戦車に先行するものだった。現実の本社はまるでそのように使われなかった。十分な数の中戦車が走行手段の編成のために作られるまでに、アムール33は、 すでにアムール35に置き換えられつつあった。本社は、騎兵師団用に限定され、また1940年には、軽騎兵師団向けとなり、機械化不評や下馬した騎兵に、火力支援を行った。1940年のナチスドイツのフランス進行戦では、アムール33は速やかに撃破された。幾両か露覚された車両は戦争中に、ドイツによって使用された。 ヨシフ・スターリンが権力を掌握した1928年以来、ソビエトの大規模な兵力増強により引き起こされた脅威に対抗するため、1930年7月4日、フランス政府は同盟国による包囲網を支援し、派遣できる兵力を編成するという計画を立案した。この兵力は国こ機械化不評師団と既存の国こ機兵師団で構成されねばならず、 各々の一個旅団は機械化される必要があった。1934年には第4騎兵士団が走行士団に改変されねばならなかった。この計画では多数の特化した車両の導入が求められ、この中にオータミトレイルズデカバルリタイプリコネッサンスがあった。仕様の策定は1932年1月16日。この車両は車重3トン、軽機関銃で武装し、 航続能力は 200km だった。その後、オータミトレイルズは、機関銃で武装した、軽装甲車の一般的な用語となった。また、軍内の規定でチャースが不評用の戦車に属さねば、ならなかったように、機兵用の戦車を意味するためにも使われる。名称は別のものを示唆するかもしれないが、アムールは、偵察に特化した車両ではなく、無線機を積まない小競り合いのための車両だった。 情報収集と報告は AMD の任務だった。ルイ・ルノーは情勢を見越し、1931年11月初旬には、すでにルノー上県委員社を基礎とした、トラクターレージやデカバルリタイプ VM の設計を開始していた。11月12日、最初の設計図が検査され、提案した車両の形が窮屈すぎることを理由に拒否された。 もっと大きな車体は明らかに必須であったが、ルノーは明確な受注の可能性もなく、これに投資することをためらっていた。11月21日、彼は、技術部門、テクニックデラカバルリに、早期式のアムールの概念を実証するため、ルノー上の豆戦車バージョンを提供するよう求められた。これによって要求仕様の概要が通知され、12月22日、彼は、 ルノー・アムールのロビー活動のため代表をフランス陸軍最高司令官マキシム・ウェーガンのもとに送った。ウェーガン司令官は彼にルノーのライバル企業であるシトロエンの製造した反送記者アムール・シュトラン・ケグレセ P28 が非公式に内定された旨を伝えた。しかし多くの検討の後、その日のうちに司令官はルノーの戦車を考慮に入れることを約束した。 その現地を確保し、ルノーは、急いでより大型のモデルを設計した。木製のモックアップが提示されたのは1932年3月である。4月20日の5両の試作車を製造せよとの指示に、基づき、車両1台あたり17万 1250FF の価格で、中期シャンパーに演習開始前に納入が行われた。機兵部隊ではこれを、機械化部隊を試すのに用いる。 最初期の正体を作る先駆けとみなした。だが、ルノー側では、彼の設計が、能力に欠けると判断される危険を減らすため、各社に異なる形式のサスペンションを与えようと、決意した。すべてが、カーデンロイドの設計を広く、ベースにしており、何らライセンス権を払うことなく、ルノーはこれを単に複製して、ルノー上に積んでいた。また、 標準的なルノーリーナステラエンジンを使用していた。秋までに完全な設計を行う猶予はなく、5両の試作車は、軍用登録番号79,756から79,760までを付け、7月中に最も単純なタイプを装着して納入された。両側面に2組の板バネが付けられたが、サスペンション部を喧嘩するためのものではない。 これ自体がサスペンションだった。9月、戦車がフランス機兵の史上初の機械化部隊に集められた。試験編成されたディタチャメントメカニークディスアテである。この試験から、戦車とは非常に機敏で、極めてうるさく、バランスが取れておらず、満足な後続性能がないことが示された。当然のことながら乗員は常にガタついて揺れ動く、乗車経験を強いられた。 演習の後、これらはルノーに送り返された。演習後に、これらの戦車はルノーに変装され、ルノー側はすぐ評価のために3種類を番宣布に置かれたコミッションデ D、イクスペリアンススジュマッティエリエルオートモビルへと提出した。この委員会に出された試作者79,758は、未だ原型のサスペンションをつけており、79,759は、 内蔵式の油圧ダンパーを備え、79,760は中央部ボギーに板ネをつけ、その前後に天輪を備え、それらが水平置きの渦巻きネでさらに喧嘩されるという組み合わせの完全に新しいサスペンションを備えていた。1932年11月から12月にコミッションでヴィンセンズは1932年6月10日に策定された 変更済みの要求仕様を参照して、これらを試験した。この戦車は56.25から時速6 0トルと満足のいく速力を備えると判明したが、後続性能は1 6 6トルから1 8 8トルと不十分で、車重が4.8トンと課題だった。12月8日、非現実的な車重3トンの制限を放棄し、 より大きな燃料タンクを装備すること、走行の強化が決定された。車両は再び変装された。1933年4月に、ルノーは2種類の車両を提出した。これらは9ト、mm、ルから最厚1 3ト、mm、ルまでの走行の増強をもし、重量0.5トンの重りを装備していた。試作車79,758が、 水平置きのラバースプリングサスペンションに作り直され、79,757は79,760から派生した干渉装置を装備した。しかし今回は油圧ダンパーとして働かせるために中央部の垂直バネと水平バネのケーシングに油を充填していた。これらは1933年6月まで試験を受け、 ラバースプリングを強く推奨するルノーの指示に逆らって、6月6日には、試作者79,757を、アムールルノーマデル1933もしくは、アムール33都市、その生産が指示された。ルノーの工場では、ルノー VM と呼んでいる。1933年3月8日、すでに機閉部門では、いずれの形式が選ばれるにせよ。 前もって45両の発注を出していた。6月22日の20両の第2次発注で、これが確認できる。配備は7月1日までに開始された。秋には50両生産の第3次発注が出された。ただ、財政難のため最初の車両は6月1日に届いたのみだった。残り115両が9月となった。シトロエンの半送機車の生産は50両に、 制限された。原型の試作車が標準型に作り直されることも決意されたが、実際には2両が改良型であるアムール35の開発に使われることとなった。これは必須のことで、脆すぎるアムール33のサスペンションは動かなくなるか、もしくは接損したためだった。また、エンジン騒音は極めて大きかった。試作車両79,758を用い、 その他の改良された部品をいくつか試験している。1935年春、補充のために3両以上のアムール33が生産され、試作含め総計は123両となった。37mm 砲搭材の駆逐戦車を計画したエンジン P の開発のために車体が用いられているが、これは総計に含まれない。 ソミュールのアムール33アムール33は非常に小さな車両だった。全長3.5メートル、全幅1.64メートル、全高は1.73メートルである。その車重は5.5トンだった。空気重量は車体が4.5トンである。84馬力 4241cc の8、気筒 24CV ガソリンエンジンは公式に、 最大速度時速5 4トルを発揮できた。ルノーの輸出用パンフレットでは、路上時速6 0トルまた路外では、時速4 5トルを発揮すると記載している。クリーブランド作動装置が用いられ、変速ギアは、全身4足、後進1足である。容量128リットルの燃料タンクによって2 0 0トルの航続距離が確保された。 立体幅は22センチメートルである。塗装能力は60センチメートルだった。調合能力は1.24メートル、垂直の障害は45センチメートル、また50%の傾斜を超えることができた。重刀、正面病説の垂直走行はいずれも厚みが13ミリメートルである。傾斜部の走行板は9ミリメートルの厚みがあった。上面は6ミリメートル。 底面は5ト、mm、ルである。乗員は2名だった。エンジンのすぐ左側に操縦手が乗り、社長兼縦手が銃頭に入って彼の後方に位置した。銃頭には7 5ト、mm、ルレベル機関銃が装備された。また、予備の機関銃があり、航空機に対する防御のため、銃頭の長部の台座に追加で取り付けることができた。 元々の計画では特に高価なシュナイダー銃刀の使用を考えていた。試作型はかなり背の高い八角形のルノー銃刀を車体の最後部に設けている。これは非常に不便であるとわかり、系列車両では陸軍の機関アトリエデ・ヴィンセンズによる竹の低い設計のエイビス -1 銃刀に取り替えられた。これは前方視界を改良するため30センチほど前方に 搭載位置を動かしている。エイビス重刀はルノーで生産され、1930年代のフランス戦車とは変わった形の視察用ハッチが上部に設けられた。いつもの戦車への乗り降りのために大きな両開きのハッチが車体後部に設けられていた。1934年中に利用可能となった115両の戦車は当初5個機兵師団に割り当てられた。各 GAM ごとに1個機兵大隊が15両で編成されている。4両からなる3個、小隊2両は予備車両で1両が式戦車だった。例外は 5EDC が10両編成、また 4EDC が最初の量産バッチから優先して40両を受領した。その 4EGAM の大隊や 18E ドラゴンズまた他の部隊、 4EBDP は10両を受け取った。1935年、5EDC は作り直しを受けた3両の試作者を受領し、戦力を13両に増やした。さらに、アムール33は独立機兵連隊にも割り当てられた。9E ドラゴンズでは、最初の量産バッジ65両の中から8両を受け取り、また、11E 車サースは、 第2両産バッジ50両の中から12両を受領した。組織的な強さは全てのアムール33の戦隊で同じだった。アムール33の騎兵士団の中での役割とは、主に下馬した騎兵たちの直接支援だった。1935年、戦争に備えて 4EDC を走行士団に改編することが決まった。この師団の戦車は6個大隊のアムール33。 のみだった。したがって、その戦闘力は、実際には、非常に限られていた。しかし、1936年から1937年に、本当に、装甲手段が作られ、最初は 4EDC、それから 5EDC が改編された。これら 1DLM および 2DLM には、アムールを装備する3個大体があり、各々に多種にわたる形式で機械化されたが、 随伴したただし当時のアムール33の機械的信頼性の無差は明白となっており、走行機兵士団ではアムール35のみの使用が決意され、残る DC にはアムール33が集中した。各隊は今やより大きな2個のアムール大隊を抱えるラムとなった。これらは再び5両編成の4個小隊、予備2両、式戦車1両に増強された。 アムール師団の総戦力は46両である。とはいえ3個師団が存在するには138両が必要で、既存のアムール33の台数では数が合わなかった。そこで 1DDC はアムール35を使うこととなり、アムール33のみを用いる部隊は 2EDC、3EDC だった。第二次世界大戦の勃発の時、 フランスは1939年9月2日から参戦しており、アムール33の組織的な総兵力は未だ92両だった。だが、もっと多数の機械化部隊を編成するため、1939年12月1日から1940年2月15日までに、最後の2個機兵士団が解体された。兵員や機材は、従来の騎兵士団から処分された機材で補われて、 いたが、彼らも、新しい5個軽機兵士団に再配分された。最初の決定は、機械化不評連隊の2個大隊の各隊に、2個のアムール33小隊を組み込むこと、さらに予備車両を2両と式戦車を1両、追犯させるというもので、これにより23両の5倍、115両の需要が、生まれた。この数は、利用可能な総計118両よりも、 わずかに低かった。本社の一般的な整備状況は悪かったため、これに再び変更が加えられた。一理 DLC はアムール35を代わりに用い、他の4個 DLC では予備車両を3両を追加して26両に兵力を増やす。したがって、組織上の104両の総戦力とは別に、常に14両の予備車両が生み出された。ドイツ侵攻の日である5月10日、 この措置がなお不十分なことが示された。5EDLC のみが定数26両を保有し、他の参考師団は未だに戦力増強の計画を始められなかった。2EDLC は22両のアムール33を展開した。3EDLC では20両、4EDLC では22両である。総戦力は91両だった。このため、予備車両は22両だった。 フランス進行戦での本社は非常な苦戦に直面した。アルデンヌに配置された DLC は予期せず、ドイツ主力の気候部隊と遭遇し、アムール33の能力不足のために死体戦闘のみが可能だった。貧弱な走行と並走しかなかった。しかも唯一の長所は極度に機械的信頼性に欠けた。速力がサスペンションを消耗させたのである。本社は、 当時のどのドイツ戦車よりも速力に優れていた。5月10日午前10時、番近港にて 3EDLC 所属のアムール 33N83950 社がドイツの対戦車砲の直撃弾を受け、乗員が殺傷された。これがフランス側の最初の喪失車両になったことが疑われている。戦闘の最初の週の間に、 アムール33は75%が失われたが、しばしば原因は、接損によるものだった。1940年6月7日、7EDLC が、キューバシノギの物体として編成された。一部には4イ、e、ーラムを含み、連隊は40両のアムールを割り当てられていた。この数のうちにはおそらく9両のアムール33が、予備機材に含まれている。 休戦の6月25日の前に全車両が再び喪失となった。アムール33は数台がドイツにより露客され、パンザースポーガン VM701 としてほぼフランス内地で使用された。一両がソミュール戦車博物館に残存している。1934年 4EDC の GAM に配備された3両の指揮車両が アムール 33TSF として作り直された。TSF とは、テラグラフィーサンズフィルもしくは、無線の位で、これらには、ER29 無線機材が装備され、アンテナが、車体の左後ろ隅に配された。さらに他の式戦車がそうした回収を受けたかは、未詳である。1934年の段階でさえ、異なる方式のサスペンションを選ぶようルノーが正しく、 忠告していたのは明らかだった。標準仕様のものは薄すぎることが分かっており、特に油圧干渉ダンパーは非常に集中的な整備がいった。そこで1935年製の3両の車両と作り直された試作車2両の両方に改善されたアムール35式サスペンションとゴムシリンダーが付けられた。 三種類の異なるシステムのために試作車79,758が試験に使われている。第一はトレーラーホイールを装備し、設置させるもので、第二には5個の天輪を装備し、第三はどれか一つを選べるものだった。第二の型の車両がルノー ZB の原型となった。これは中国向けに車体を延長した輸出型である。 素材の信頼性についての報告が続いた後、しばしば原因は、専門の操縦手ではなく、訓練未熟の徴収兵が最も頻繁に、登場していたせいだった、構造の変更が必要かどうか調べることが、決断された。そこで1936年9月8日から1937年5月5日までの期間、この方は、コミッションでヴィンセンズにより再試験された。 委員会は1938年2月17日、重装するにはサスペンションが基本的に不適当で全ての既存車両に新しい方式のものを装着するよう勧告した。戦争勃発時、すべてのアムール33を回収することで状態を良くすることが決断された。この過程の間に新しいサスペンションが再装着された。5月10日、 およそ6両の車両がそうした回収を受けた。1932年後半、1932年12月18日付の確認書が知られている。ルノーは、米ン司令官との会合を設け、その中で彼は、アムール33の車体を利用し、すべて系列化された、軽装高戦闘車両の開発を提案した。彼はことに、ベワト・アラゲル・デトランスポートデパーソネル。 つまり、乗員が2名から3名、1 9 c v エンジンを搭載して4名から5名の兵員を運べる、走行兵員輸送車の生産に興味を持っていた。不評に限定するとしても、早期車両を整備するためには、不十分な予算しかなく、この計画は放棄された。1933年3月20日にはルノーが、ストマックからの、ウェイガンと検討した、異なる、 設計の試作車を生産せよとの指示を受け取っている。この式車両は1931年1月9日のタイプ M と呼ばれる要求仕様に対応していた。1933年9月、毎日手2両の試作車が示された。1934年、これらはより強力な 22CV エンジンに乗せ替えられた。同年一月、十両の生産が決定されたが、車体には、 アムール35のものが代わりに使われていた。第二の試作車は1936年秋にルノー YS 方兵観測車の開発に用いられた。ただし量産車も AMC35 の車体を基礎としている。1931年1月9日、フランス方兵部門は公式にタイプ P の仕様を出した。これはベイクライアンティーカー、つまり自走砲仕様になるもので、 戦車駆逐車として、マジのラインに配備された。当時のルノーは、この計画を1年前に知らされており、すでに試作車の開発を進めていた。最初の計画では、非常に小型の早期車両になると想定しており、シャニーレットは1.5トン以上の車重にならず、開けた部分に三脚化を据えて2 5ト、mm、ル口径の対戦車砲を装備するものだった。この戦車砲は、取り外しができ、 車両で運んだ後に地面に据えることもできた。しかし、同年、25mm 対戦車砲は、ルノウエ、シャニーレットによって牽引されることが決定され、タイプ P は、元々の規格の余剰物となった。そこで、砲兵部門では走行を減らし、より強力な方向初速秒速 860m の 37mm モーデル1934要塞砲を据えると決めた。 この法は未だ国立の兵器交渉、アトリエデプトスで開発中だった。1932年、ルノーはアムール33の車体を用い、標準的なアムール33の形とほぼ同じ、試作車を完成させた。ただし、砲塔は欠けており、また、車体上面がかさ上げされていた。上部構造前方の中央あたりに搭載砲のための区画が設けられていた。 その作法に操縦士が座る。ほぼ全ての利用可能な空間がそれで占められていた。装填手は床に座ることで問題を解決しており、彼の伸ばす足は砲兵先のもとに位置している。また彼は、この窮屈な配置で装填を行うものと想定され、右手で107発の収納された砲弾を取り出すこととされたが、弾薬庫は、車体後部左側に配置されていた。 ここは普通のアムール33ならば後部、出入り口があった場所である。3人目の乗員である社長は右側に座り、車体の天井とエンジンとの間に挟まれていた。社長にほぼ空間的余裕はなかった。ビュートー作業所は唯一の試作車を仕上げ、1935年春にエンジン P と名付けた。手法が搭載された後、 車重は4 5 6 5ラム、最高速度は時速5 4 1キロメートルとなった。1935年4月18日、サマブは試験後に非常に否定的な見解を発表した。古くて旧式化したモデル、実戦に投入する能力はないさらに6月24日、コンセイユカンサルタティフデ得るアームメントは将来的に合計4 7トルまでの加工は ルノー上を回収した後期型によって、牽引されなければならないと決定した。実際には、こうした対策は、生じることはなかったが、この結果、エンジン P は、不採用となった。1932年から1933年、ルノーでは、軍用の早期トラクターを3種類開発していた。これらのうち、最も小さいものは、トラクターで2トンズであり、工場側の故障は、 ルノー U だった。アムール33のサスペンションをかなり転用していたが、スプロケットはスポーク付きのものではなく、突面化された一枚板だった。この車両は後ろに開放式の貨物室が付き、エンジンは前方配置、乗員室はこの間に設けられた。フランス国防省は各方につき2両を発注している。百三十五年、アムール十三試作車のうち、 N78758 が軍事技術者のニコラス・ストラウスラーに利用されている。彼は以前オーストリア・ハンガリーの住民だったが、この当時はイギリスに居住していた。この車両はイングランドで試験を受けていた油圧式のトレンチジャンパーを実地に試すために使われた。1933年、彼はフランス陸軍にこのシステムを提案し、アトリエイシャンティア・デラローオーが、 実際の見本を取得した。この機構は、車両の前後に取り付けられた2個の大型油圧アームで成り立っていた。前方アームは渡ろうとする残豪の向こう岸の上で、車体を安全に支持することができ、戦車が落ち込むのを防止した。戦車はそれから残豪を進み越え、前方アームを畳む。一方、後ろ眼で伸ばされたままの後部アームが自身を支え、車両の安全な調合を保持した。 こうしたやり方で2メートル幅の残豪を渡ることができた。このシステムは1935年4月3日、1936年3月21日、4月30日、5月4日、そして1938年3月に試験を受けた。この機構は相当な有効性を示したものの、1938年、より大きな車重に対応できず、得られる調合能力が、 わずかとして、コミッションでヴィンセンズが本計画を拒否した。1938年、アムール33を使用して、塩膜転調システムが試験された。これは、ショーベール工場により、AM5 装置を一気装着したものである。これは、量産に入らなかったものの、良好な結果報告が、セクションテクニックデラカバルリによってなされている。ありがとうございます。